皆さんこんにちは、大串です。この動画は森田先生が書かれた TOEIC L&R テスト品質英単語という単語帳の中のチェックテストの3番の解説の動画となっています。問題を解いていない方もですね、この後すぐに問題を表示しますから、それを一緒に解いてから解説の方に移るようにしてください。というわけで、いつも通り選択肢を見てどういった種類の問題なのか予測できるか見ていくと、A が so、B が such、C が very、D が to となっています。で、この時点で、大まかに言うと、とてもみたいな意味のね、語句が並んでるなということはわかるはずです。で、今回空欄の後ろ見てみると、a big office。つまりですね、a プラス、形容詞プラス名詞という語順が来てるなとわかるはずです。ということはまずこれらの語句から後ろに a プラス形容詞プラス名詞という語順を取れるものをね選んでいくことになるんですが、まず A と B この so と such に関しては非常にね重要で、その違いをね必ずセットにして覚えていてほしいものなので、まずそこから解説をします。この so と such をですね、このように a とか形容詞とか名詞と一緒に使う場合ですね、語順にすごく特徴があるんですね。で、これらは、今から私が紹介するフレーズを何度も言ってね、もうすぐ瞬間的に形が出てくるようにしてほしいんですが、まず so に関しては so 形容詞 a 名詞という語順です。で、これは so 形a 名 so 形a 名という風にもう覚えちゃってください。で、次に、such の場合ですが、such は、such, a, 形容詞、名詞という語順になります。これは、such a 形名、such a 形名という風に覚えてください。で、これはいつも僕は生徒さんに、so 形a 名は such a 形名、so 形a 名は such a 形名という風に、何度も言ってね、すぐに瞬間的に出てくるようにしてもらっています。もちろん、こういった語順になる理屈というのも考えることもできるんですが、まずね、こういった形でso形a 名やsuch a 形名という形ですぐに出てくるようにした方が実践的に使えると思います。ということで、これらね、しっかり何度も言って覚えてほしいんですが、意味としては、とてももしくは、そうとかsuchというのはもともと指示語的、つまり、それくらいとかそのようにといったような指示語的な意味があるので、意味としては、とてももしくはそのくらい形容詞な名詞といった意味になります。一つ考えてみてほしいんですが、とてももしくはそのくらい大きな犬というフレーズを so と such を使っていったらどういう風になるでしょうか？はい、so の場合は so 形a 名。まず形容詞が来ないといけないので so big ですよね。で、その後に a 名詞ですから a dog。つまり so big a dog になるはずです。一方、such の場合は、such a 形名で、まず a が来ないといけないですから、a を持ってきて、その後に、形容詞、名詞ですから、big dog としてあげれば OK ですね。つまり、such a big dog という形になります。で、これをですね、完璧に同じ意味にはならないんですが、とても大きな犬という意味で、very を使って書くと、普通は、a very big dog という風になりますよね。で、普通はですね、このように、a、冠詞と呼ばれるものですが、a というのは、形容詞とか名詞を含む一塊の中の一番先頭にあるはずなんですね。しかし、so と such の場合は、それぞれ後ろに行ってしまってますよね。で、この位置が変わるというのが、例外的でですね、普通と違うので覚えなければいけない。だからこそ問題によく狙われるということなんですね。ということで、問題に戻ると、空欄の後ろは a big office ということで a 形容詞名詞という語順ですからこれに当てはまるものを探していくわけですが A の so に関しては so 形容詞 a 名詞 so 形 a 名という形ですから so の後ろにすぐ big が来てないといけないはずです。ですから A は×になります。で D の to に関してなんですがこれは実は意味は異なるんですが so と同じ形を取るんですね。ですから、so 形a 名と同じように to 形a 名になってないといけません。ですからこれも too big と先に来てないといけませんから、D は×です。で、C の very に関しても a very big office となってないとダメですよね。ですから C もダメ。ということは、サチアケイメの形にぴったり合う B が正解になるということです。で、これ意味をね、一応確認しておくと、リーさんは、そんなに大きなオフィスは必要ありませんということで、意味も OK ですよね。で、これで答えが出たわけですが、一応ね、なんで so と such、このように語順の違いが出るかということを確認しておくと、so というのは、品詞は副詞なんですね。で、副詞というのは名詞以外にかかるものですから、まあこの中でかかりたいものって言ったら、まず形容詞にかかりたいわけですよね。ですから、まず so は形容詞を後ろに取るわけです。具体例でいけば、so big。のような感じでまず言いたいわけですよね。で、その後に are プラス名詞という形になるわけですが、such の場合は、such の品詞は実は形容詞なんですね。で、形容詞というのは名詞を修飾したいわけですが、この場合は、やはり a があると、そっから名詞の塊が来るなという認識ができるんですね。ですからこの場合は、あから、まあ、最後までの塊を一つで、名詞の塊という風に捉えてるんだという風に考えます。で、このサッチが、この名詞の塊に対して、まあ、かけてるようなイメージだから、サッチア、名詞の塊という風に持ってきてるんだという風に捉えていただければ OK です。ということで、こういった考え方はできるんですが、まずはとにかく、総形ア名はサッチア形名、総形ア名はサッチア形名という感じで、この2つの形がね、瞬間的に口から出てくるようになっていれば OK です。ということで、答えは such になったわけですが、今回の so と such に関してさらにね、押さえておきたいことがいくつかあるので見ておきましょう。で、今回 so は、so 系雨という形を取るよと。具体的に言えば、so big a dog のような形を取れば、これで、それくらいとかとても大きな犬という意味になるよと言ったんですが、これと同じ語順を取るものが実はあと3つあるんですね。で、これをですね、総型として、そうと合わせて4つ必ず覚えておいてほしいんです。そのうちの1つがですね、先ほど問題に出てきた to ですね。つまり to も to 系雨、too big a dog のような形を取れるわけです。で、これ、意味をよくとてもと訳してる方がいるんですが、to というのは、とてもではなくてですね、やりすぎ、必要以上、オーバーというイメージがあるので、訳としては、大きすぎる犬というような感じです。必ず、なんとかすぎる、あまりにもほにゃららすぎるというニュアンスはつけてください。で、あと、もう一つが、as になります。つまり、as 系雨。as big a dog とできるわけですが、この場合の意味は、同じくらい大きな犬という風になります。で、この as は実は、比較の構文のところで習う、as 構文の一つ目の as と同じものだと考えてもらって OK です。で、最後の一つがですね、how になります。つまり、how 系やめ、how big a dog になるわけですが、意味としては、なんて大きな犬という意味になります。これら4つはね、しっかり総型として、so big a dog、too big a dog, as big a dog, how big a dog という感じで、もうすぐに口から出るように、もうこのフレーズで覚えてしまってください。ということで、総型が出てきたということは、サッチ型がね、出てくるわけですが、これに関しては、サッチ含めて3つで整理しておいてください。サッチ型、どういう形だったか確認しておくと、サッチは、サッチ、あ、形名という形になって、具体的に言えば、such a big dog のような形で、それくらいもしくはとても大きな犬という意味になりましたよね。で、これと同じ形を取れるものがあと2つあって、1つが quite になります。つまり、quite a 形名、quite a big dog、quite a big dog という感じになるわけですが、意味としては、この場合、とても大きな犬という感じになります。あと、もう一つ、察知型を取るのが、what になります。つまり、what a big dog, what a big dog という感じにできるわけですが、意味としては、なんて大きな犬という感じになります。これは、先ほどの how big a dog と同じ意味だと思っていただいて OK です。この察知型もですね、such a big dog, quite a big dog, what a big dog という形で、もうこのフレーズでね、すぐ出てくるように覚えてしまうようにしてください。そうした方がね、問題にもすぐ対応できますし、スピーキングの時もね、スムーズに出てくるようになるはずです。ということで、今回ね、quite、まあ、とてもという単語が、まあ、最後、察知型のところで出てきましたよね。で、このquiteという単語は、実はquitとと quiet という単語と、こう、整理して覚えれてない人が意外といるので、今日はここでね、品種と意味をそれぞれ整理しておこうと思います。まず、今回出てきた quiet からですが、この下の単語ですね。はい、これは、品種としては、副詞の扱いになります。で、意味はですね、まあ、他にもいろいろあるんですが、まず覚えてない人は、とにかくね、今回は、とてもという訳を覚えておいてください。例えば、quite interesting とか言ったら、とっても面白い、とっても興味深いという意味で使えるわけですね。次に、quit についてですが、quit というのは、品詞は動詞になります。意味としては、ほにゃららをやめるという意味です。で、フレーズで何か覚えておくとすると、quit smoking。これで、まあ、タバコを吸うことをやめる、つまり禁煙するという意味になるわけですが、このように quit というのは、後ろに動名詞を取るというのも特徴的なんですね。ですから、この quit smoking というフレーズで、後ろに動名詞を取るということ。かつ、この quit の意味というのをしっかり忘れないようにしてしまいましょう。最後に quiet ですが、quiet は主にですね、形容詞として使われます。で、意味としてはですね、静かなという意味ですよね。まあ、例えば、a quiet place といえば、まあ、静かな場所という感じで使えるわけですよね。で、これではですね、やっぱりこうバラバラに出てきて覚えていると混乱したりしますから、このタイミングでですね、しっかり整理して覚えておいてください。ということで、最後、もう一度文全体を読んで終わりにしましょう。Miss Lee does not need such a big office ということで、リーさんはそんなに大きなオフィスは必要ありませんという意味でしたよね。解説は以上となります。ご視聴ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.